今日はみんなでフードコートでお食事してます。もぐ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 、おいしいね。お話も弾んで楽しいね。で、それでこのカレーライスとドーナツさんとハンバーガーセットとたこ焼きなんだけど、メルちゃん、あ、ねねちゃんがこのカレーライスなんだけどね、もう全部食べちゃったんだって。ごちそうさまでした。美味しかったです。でね、ちーぽぽちゃんもドーナツあっという間に食べちゃったんだって。ごちそうさまです。ポテトもなくなりました。このたこ焼きさんもすぐに食べちゃったんだって。みんな美味しかったね。食べた後はみんなでごちそうさまでしたって言おうね。せーの、ごちそうさまでした。じゃあその後は何するんだっけ。みんな、ねねちゃんわかる？わかるわよ。ねねは食べた後きちんとお片付けします。あ、偉いね。みんなわかってるね。じゃあお片付けしよっか、一緒に。みたお姉さんも手伝ってあげるね。じゃあちょっと待ってて。みたお姉さんもみんなのお片付け手伝うから、じゃあまずはねねちゃんのカレーを下げよっか。ねねちゃん、じゃあみんなね、ちょっとこっち移動してください。はーい。トコ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 。ポポちゃんもどいてください。じゃあ、ねねちゃん、まずは、お片付けしよっか。この返却口に持ってきましょう。ほーい。じゃあ、次は、ドーナツのお皿を持ってこっか。じゃあ、ちーぽぽちゃん、持ってけるかな？持ってけるよね。トコ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 。できたかな。落ちちゃったね。はい、よくできました。やったー。じゃあ次はこの大きいのは、ハンバーガーが入ってた大きいバスケットは私が片付けちゃうね。はい、じゃあこれここに置いとくね。じゃあ最後、ポポちゃんが食べてた、私何食べてたか覚えてる？ポポちゃんはたこ焼きさんでした。これを持ってってください。よいしょ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 。よし、ごちそうさまでした。お片付けきちんとできたね、みんな。偉かったね。じゃあ今日はお片付けができたのでおしまい。また見てね。バイバーイ。